大韓民国の軍人、政治家、大使、創始改名時の日本名は、富原義夫。1923年10月、環境北道船井軍に生まれる。吉林省論鎮に移住。新京第一中学校に入学。4年生の時に、ニュース映画で、僕世紀が軍艦学校を主席で卒業する映像を見て、軍人になることを決意した。 1941年3月、新京第一中学校を卒業後、新京軍艦学校万慶第五期として入学。余歌を主席で卒業して、陸軍士官学校第59期に編入されるが、1945年8月に終戦となり卒業。同年9月に留学生の引率と帰国を命じられ、陸軍士官学校、航空士官学校、 旅歌士官学校に在学中であった19人と共に帰国し、両雲協が中央委員をしていた朝鮮建国準備委員会に身を寄せる。しかし両が人民共和国綱領を発表して、その建国理念を明らかにしたので、今日の提唱で半数が両の下を去る。1945年12月5日、軍事英語学校の開設に伴い、 入校して1946年1月に卒業、認証医、第一連隊の創設に参加して、再平徳の補佐をした。1946年5月、警備士官学校教授部長。1947年秋、南朝鮮国防警備体操司令部、作戦教育所長兼任。1950年6月10日、アメリカ陸軍参謀大学の留学を命じられ、 釜山で、渡米準備中に、朝鮮戦争が勃発したので26日朝に、ソウルに戻る。選挙区の不利に伴い議政府方面に連絡書を設け、再の補佐をしたが28日に、水原に交代し、翌29日に、張正国と作戦局長を交代した。参謀総長に就任した、定一健とのコンビで南極を乗り切り、この功績で順調に昇進した。 1951年4月、第一師団長。中京軍の4月攻勢を阻止して、対局武功勲章とレジオンオブメリットを授与され、少々に昇進。6月、アメリカ陸軍大学に留学。1952年8月、第二軍団副軍団長。9月、第一軍団副軍団長。10月、第二師団長に任命され、狙撃両戦戦闘を指揮。 1953年8月、アメリカ第10軍団副軍団長。10月、第3軍団長。1954年、第2軍司令官。1956年、金正流暗殺事件に関与して死刑判決を下されるが、これまでの功績とアメリカ軍の除名運動により無期懲役。1960年、4月革命で特赦される。 1961年6月、在京軍人会会長。1963年、ジョージ・ワシントン大学院卒業、第6代国会議員当選、外務委員会委員。1965年5月、民衆党委員。8月、民衆党除名。1967年9月、民主共和党入党、中スウェーデン大使。百七十一年二月、 中水ス,ス大使。1973年、第九大国会議員。1977年、主席で、僕世紀大統領を中傷する発言をしたとして、特定犯罪家軍処罰法と緊急措置休号違反で、起訴される。1983年、四世代学校で、韓国軍主要指揮官の統率に関する研究で、博士号を取得。百八十八年、 急性肺がんにより、アメリカで死去。ありがとうございます。